皆さんこんにちは。来てくれる人、あ、いた、こんばんはの時間だ、こんばんは。北海道出身16歳の藤島香穂です。皆さん本当にお待たせしてしまって申し訳ございません、本当にごめんなさい。今日は本当に時間がないので、15分でどれだけもう魅力を、魅力っていうのはその全ての魅力なんですけど、はい、とりあえず15分間でどれだけ濃い内容の話ができるかっていうチャレンジを私はしております。というわけで、こんなに急いで喋ってもいいかな、ダメか。なんか私は考えたんです、この限られた時間でどうすれば1時間の内容をこの短い時間で素晴らしい内容にできるか考えたんです、思いついたんです。私は喋るのが遅いので早く喋ればいいんだと思いました。だから早く喋るからみんなちゃんと聞いててね。なんかすごい I love you とかしてくれた、嬉しい、 I love you。 今日は羊になっております。これはね、東村めいさんと揃いで買いました、嬉しい。はい、というわけで、わあ、なんかいっぱい、なんかすごい冗談に人が立ってくれたことで、早速話しちゃっていいですかね。私は話したいことがたくさんあるんですよ。たくさんあるので、じゃあまず超重大発表を今からしていきます。キャー。超聞いてくださいよ、ウインクしてたって、ウインク。じゃあそんなことしてる暇はないので、超重大発表を今からしていきます。発表してもいいですか皆さん。いきます。まず早速ですが、見たことない魔物4期生曲の MV が明日正午に公開されます。イエーイ、わーい。イエーイ。皆さん見たことない魔物4期生曲楽しみですか？私は楽しみです。パチパチパチだって嬉しい。はい、というわけで、本当にこの4期生楽曲今回センターを務めさせていただくんですが、本当に素敵な楽曲で、これを歌って踊ってる時のみんなの顔がすっごいキラキラしてて、私もすごい元気をもらえる曲ですし、多分皆さんも元気をもらえる曲なんじゃないかなと思うので、もう絶対に明日の正午に集合です。はい、集合です。今見てる方に、ちゃんと届いてると嬉しいな。絶対明日の正午集合ですよ、皆さん忘れないでくださいね。見たことない魔物ってタイトルでどんな曲を思い浮かべますかね。もうね、すごい曲なんですからね。ハードル上げちゃう。あ、1万人突破した、嬉しい、ありがとうございます。皆さん見てくれてありがとう。ほらね、すごいのんびりしすぎちゃいましたね。のんびり来たからカホリン降臨です。あ、ちょっと最初にやってきますね、いきますよ。のんびり来たからカホリン降臨、よろしくお願いします、カホリンです。はい、という4期曲が明日の正午に YouTube チャンネルで、日向坂46公式 YouTube チャンネルにてプレミア公開いたしますので、絶対に皆さん見てくださいねっていうお知らせでした。はい、というのが私が話したかったことの一つです。ということで、ここで終わりだと皆さん思うじゃないですか。皆さん思うじゃないですか、知ってますよ、皆さん終わりだなって。でもね、違うの、まだあります。なんと、もう言っちゃいますよ、言っちゃいますからね。なんと4期生ショールーム配信をこれから週に一度4期生で配信していきます。イエーイ。
なんかね、あのメンバーとかは、メンバーとかあと日時とかはまだ決まってないんだけど、だからそこはまあお楽しみにっていうことで、はい、皆さん毎週の楽しみができるんじゃないでしょうか。なんか本当にみんなやりたいこととか、すごいしたいこととかがたくさんあるから、ぜひそのキラキラした4期生の目をぜひ皆さん見守っててください。はい、毎週ショールーム配信します。4期生ずっとね、ショールーム配信したいしたい、ショールーム楽しいしたいしたいってずっと言ってたから、すごい念願の願いが叶って嬉しい気持ちでいっぱいです。イエーイ。そう、私も今日はね、少ししかお話しする時間がなかったんですけど、でもこれからきっとたくさん機会が増えてくると思うので、ぜひその時はまた皆さん待っててください。キラキラキラ、流れ星降っててすごい可愛い。あ、嬉しい。ソロ配信、カホリのほくろいいな、だって嬉しい。飽きる。はい。うん。そうですね。それではあと10分なんですけど、ちょっとなんか質問とかありますか。どうですか。なんか皆さん私に聞きたいことありますか。どうですか。私はね、質問コーナーが大好きなの。あ、そう、ミーグリとか皆さんありがとうございました。すごい。あと個人 PV もね、個人 PV も昨日公開されたんです。私の個人 PV 皆さん見てくださりましたかね。あの、私の大好きな羊と歌をテーマに作っていただきました。ありがとうございます。歌ってます。歌うまいけど、歌習ってたの？歌は全然未経験で、でも昔から家族でカラオケ行くのが大好きでした。はい、私の家族はみんなが歌がうまくて、私は下手っぴだったので、はい、だからなんかこうやって歌を公開して褒めてもらえることが嬉しい。カラオケ大好きです。私は悲しいことがあってもカラオケに行ったら元気になれるんだ。だ。手の大きさみたいです。どう？手はね、ちょっと小さい方。そう、ね、何センチくらいあるかな。カチューシャと比べてこんな感じ。このカチューシャを買った人にはわかるんじゃない？人はいないか。カホリン身長伸びた？伸びました。カホリンはもう160あると思います。測ってないから分かんないけど、160あったらいいなって思ってます。じゃあなんかスクショタイムしますね。いきなり自分からやる人初めて見たかも。はい、じゃあスクショタイムします。次。レパートリーないじゃん。おやすみ。私の公式ポーズこれにしようかなって思ってる。おやすみ。どう？え、めっちゃ良くない？おやすみ。あ、ピース。何する？関西する？なんか話したい話多分いっぱいあるんだけどさ、何話そうかな。生歌聞きたい。あ、歌おうかな。じゃあそうだ、濃厚な配信にするために、じゃあ私は歌います。
見どころたくさん作んなきゃね。何歌えばいいかな。あの個人 PV の歌って歌っていいかな。歌っていいかな。歌っちゃおうかな。じゃあ歌っちゃおっかな。個人 PV の歌歌います、聞いてください、羊たちは夢を語る。あ、合ってたっけこれで。羊たちは夢を語る。ちょっと恥ずかしい。サビだけ歌。羊たちは夢を語る。ふわふわとさまよう私。こっちにおいで。手招きして明日へ誘う。私たちは夢を語る。一人じゃない君と行こう。あなたの夢になりたい。なんてね、なななな。ちょっと半音下げて歌っちゃった。デヘペロ。はい、というわけで、なんか次ありますか。私の好きなやつ歌おうかな。日向坂の好きなソロパートランキング第1位かも。君しか勝たんの加藤志保さんの。いきますよ。どこまで許されるか試してみたんだってとこです。はい、そこが一番好きです。あとね、ブルーベリー&ブルーベリーエンラージベリーちゃんと見たこと。ゴーゴーと過ぎる。はい、っていう感じで、この前なんか回送電車を小西と見たんですよ。その時にそのゴーゴーと過ぎていく回送電車のそのブルラズを思い出して、ブルーベリー&ラビッツベリーってめっちゃエモくないって小西と語りました。っていう思い出が、はい、ついこの間できました。ブルーベリー&ラズベリー最初披露した時ってやっぱりみんな髪型も一緒で真っ白な衣装着てやったじゃないですか。なんか数年後とかにその真っ白な衣装を着て、でも髪型とか髪色とか顔とかも全然バラバラで、似てるようで似てない僕たちって歌うのめっちゃなんか素敵じゃないですか。別にどうなるかわかんないんですけど、なんかそうなってたらいいねって。その数年後に私たちはもうそれぞれの個性を爆発させて、その爆発した状態でブルラズ歌いたいよねっていう話をしました。ブルーベリー&ラズベリーってめっちゃエモ曲。私たちからしたらエモ曲。でもね、今回の見たことない魔物もなんかエモ曲になればいいなって思います。なんかこの曲がすごい4期生の分岐点になればいいななんて思いながら撮影したので。深いって感じですね。懐かしい懐かしい、楽しみ。なんかいろいろ数年後に見るのが。さあ皆さん、そろそろお別れの時間が近づいてきたんですけども、はい、皆さん言い残したことありませんか。言い残したことはありませんか。なんかありますか。ひらほう。5247773おかけください。眠りたい。かおりかおり。わあ、みんな忙しいのに来てくれてありがとう。嬉しいな。このボード。じゃあ。みんな最後になんか言いたいことある？言いたいこと言った？人のこと言っちゃダメって言われちゃった。
そんなこと言わないで。じゃあまたまたすぐ皆さんにお会いしたいなと思っているので、ぜひなんか結婚してだってしないの。まだ18まで待っててくださいね。はい、夢の中でお会いしましょう。アデュはい、ウィンクちょうだい。ちょっと上手くなったんじゃない、ウィンク。どうですか。あ21時までやってもいいらしい。嬉しい。ちょっともうちょっと皆さんと話せた15分で皆さんを満足させようの会を勝手に開催してたんですけど、皆さんもうちょっとできますなんか話してほしい話ありますか。なんですかね、最近の私エピソードを話そうかな。最近の私エピソードは、ちょっとあだ名が由来できてるなんかね、あのブログとかで、あのカホ島って呼ばれたら面白いなとか、あのカホリンとかカホ島とか、なんかいろんな匂わせをしてしまったがゆえにあだ名が由来できてしまっている。で、私は本当はカホ島にしようと思ったんですけど、なんでカホ島に しようかと思ったって話をしますね。日向坂で会いましょうで、そのオードリーさんとの共演させていただいてるんですけど、若林さんが結構4期生のことを藤島さんとか、なんか何丸々さんが多いんですよね。でもたまにたまちゃんとかたまちゃんって呼ぶことあるんですよ。そんなのあってはならない私はあだ名で呼ばれたい、私もあだ名がいい、若林さんにあだ名で呼ばれたいって思って。でも普通に考えてカホリンって呼ぶのはちょっとハードルが高いじゃないですか。わかんないけど、カホリンって呼ぶのって皆さん恥ずかしくないですか恥ずかしくなかったらいいんですけど。だから若林さんが呼びやすいあだ名に改ざんしようって思ってカホ島ってあだ名作ったんですけど、ちょっと正直私自身も慣れる気がしないので、みんなカホリンって呼んでくれて大丈夫です若林さんにはいつか仲が深まった頃に直々お願いさせていただきたいと思いますので、それまで私は精一杯徳を積んでいきたいと思いますはい、はい、そんな感じです。なんだろう最近はね、小西と結構一緒にいます。昨日も桜の村山美宇ちゃんが配信したと思うんですけど、村山美宇ちゃんの配信を小西と一緒に見てて、美宇ちゃんが美味しいものを食べた時に「うん」って「うん」って下向いちゃって「うん」ってずっとやるんですって話をして、かわいい、なんてかわいいって、あざといかわいいって小西が言ってたんですけど、でもそんなこと言ってる小西も、小西っておいしいもの食べた時に「うん」って「うん」って上見上げて「うん」ってやるんですよ。私の顔がここにあったとしたら「うん」ってやってくるんですよ。めっちゃ可愛くないですか。可愛い、めっちゃ可愛いそう、小西も人のこと言えないよって話でした。小西ってね、クールビューティーな見た目してるけど超女の子なんだよあざといでしょ。そうなんです、いっぱいおいしいもの食べたい。その時はね、お寿司を食べに行きました。私は海鮮が得意じゃないんですけど、でも東京に来てから海鮮が好きになったので、はい北海道離れてから海鮮が好きになっちゃったので、はい、よくお寿司屋さんに行きます。
いいし。さあ皆さん、皆さん何か話してほしい話はありますか？皆さん。なおなおさんとも同じ、そうです、富里奈緒さん、乃木坂5期生さんの富里奈緒さんとは、はい、富里さんの隣にちょこんって座ったことがあります。何も言わずにちょこんって座って可愛いなって思いながらお顔を見つめました。富里奈緒さんとても可愛い。頭にバームクーヘンついてるって言われた。ついてません、羊です。羊なんです。4期生の話したい。4期生なんかね、今回の4期生見たことない魔物を聞いて、4期生はこれは来たってみんな言いました。なんか本当に素敵な曲すぎて、これは来たみんなでその時私は車の中でスミコとハルハルと一緒だったんですけど、もうなんか結構泣きそうになりながらみんなで聴きましたね。本当にいい曲すぎて、はい、本当にいい曲です。やばい、鼻歌で歌ってって言われて歌いそうになっちゃった。歌いません。本当にいい曲なので皆さんぜひ聴いてください。これはね本当にいい。あ、2万人突破です。ありがとうございます。本当に皆さん時間のない中来てくださってありがとうございます。口笛私吹けないんですよ。これブルーベリー&ラズベリー歌いました。分かった人いるかな。どうですか、聞き取れましたか。分かるよね、みんななら分かるよね。ね、分かるもんね。本当の時間私大好き。本当の時間ヘビ来ちゃうね。確かにこれ本当の時間のあの助走部分を歌いました。あ、そう、これこの服は見覚えがあるかも。ブログで着たやつで白とピンクで合わせた。いつもねブログじゃないや、見繰りの時とかはねもうコンセプトがあるから、私のコンセプトに沿っていつも服を考えています。服と髪型と、今日は羊になろうって思ったので白とピンクだったから白とピンクで、ちょっと羊っぽい巻きふわふわしてるでしょね、ふわふわっぽい羊になりました。カホちゃんのガーリー系の服大好きです、嬉しい。でもカホ最近ねいろんな服着るんだよ。かっこいい服もねちょっと興味あるんだよ。あるんだよ。なんか小西とお買い物行くことが多くて、なんか小西ってやっぱクール系の服じゃん、だからねすごい参考になる。そっち系の服も、そう、この前は靴を買いに行った。ピンクの靴を買った。何した買い物楽しい、ジンギスカン食べたい、ガムも食べたい、持ってきてよ。こんな見た目してジンギスカン食べたいとか言っちゃダメだ、羊に呪われる。頭の上にカタツムリいるで、いません、カタツムリじゃありません。羊の角です。そう、煮干しね、煮干しさこの前知りました。びっくりしちゃった。なんか
通にスタジオにいる時、え、誰に星入れたのって思ったら自分だったでもあのなんか煮干しって顔してる時はあの本当に生魚の煮干しを入れたのかと思って、そんなのあったっけ煮干しって顔をしたんだけど、いやまさか自分だったとはね。あれ何なんですか、煮干しをすりつぶしたものなんですかね。絶対塩コショウだと思ってましたちょっとはい、料理企画、私料理上手になりたいなって思ってるので、はい、もし次料理企画があったら何かしたいですね何か爪痕を、はい、残して料理したいです。残りちょっとね、残り時間も残り時間になってきたので、最後にちょっともう一回告知したいんですけど、告知していいですか。まず4期生楽曲の MV が明日12時正午に公開されます。皆さんお楽しみに、とても素敵な曲なので絶対に12時皆さんここでじゃないや、 YouTube チャンネルで集合です。あと4期生がこれから週に一度毎回ショールーム配信をすることが決定しました。イエーイ、パフ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 、はい、これ今日ヨークがやってた、パフパフパフってずっとヨークが言ってました。そんなことはいいです、というわけで明日の12時に MV を見るのと、これから毎週4期生のショールーム配信を見るの絶対に守ってください約束です、皆さん約束です、約束しましょう。指切り幻満、針千本のマス、というわけで、はい、これが私からの絶対に守ってほしい2か条でありました。皆さんよろしくお願いします今日まばたき多い気がする、ちょっとね早く喋ろうとするとまばたきが増えちゃうはい、約束見ないとおこ、見ないとおこだよ魔物見てくれないとおこだよこれこの前やったやつです。これを初めて見た人はびっくりするよね、こんな人じゃないです私はそんなことはしないですこれ角がロールケーキ、ロールケーキって言わないでください、食べたくなっちゃうのでロールケーキください丸屋、丸屋って言われちゃった、丸屋です怒ったら怖いですか。私はもうこの村の総長なので、怒ったら総長破壊しちゃいますよ。何言ってるんだろうね、とにかく怒ったら怖いです私したい話あった気がする、思い出したんだけど言っていい、超ギリギリにめっちゃしたい話あります。あの MBTI 診断って皆さんご存知ですかMBTI 診断っていう性格診断があるんですけど、なんかその話をもう去年くらいかなブログで書いたんです。でそれからなんか質問事項が変わったりなんだりかんだりで、私も都会に染まってしまったり、そんなことはないんですけど、全然北海道の子なんですけどそんなことで私は、はい、MBTI が変わったです。でどんなのになったかっていうと、ISFP っていう ISFP ですっていう性格になりました。なんか結構韓国アイドルさんとかね、結構ねこれすごいやってるイメージなんですけど、なんか ISFP になりました。どうですかみんな分かってくれますかはい、というわけでそれを言いたかっただけです
というわけで皆さん来てくださってありがとうございました。ドタバタ配信だったんですけどすごく楽しかったです。それでは終わります。また明日正午絶対 MV 見てください。バイバイ。終わります。バイバイ。どうやって終わるんだ。